本官と刑事殿の険悪な空気が嫌で距離を取ったとか考えすぎだろう。やべえ、殿の言えねえ。このままじゃ一生刑事になれないなんて。ああ、本官も何か手柄を立てたいよな。何か鮮やかな手がかりでも見つけられればな。手がかりなら目の前にぶら下がってるのだが。あ、本当だよ。これ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 取って、これ取って、これ取ってほしいな。これまたあれかな、手出せばピカッ。お、気づいたかな。よし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 、これはまた検事殿、刑事か。これは輪廻刑事殿の手帳。嫌すぎる。本館から彼女に返してあげたら、そこから何か始まるかも。どうするべきか。これは難事件だぞ。あ、バレた。あ、何をしているんだ。いえ、その、ちょっとその、これは、あの、そいつは、もしかして。そうであります。輪廻刑事殿の手帳でして。手帳？そういえば、報告を聞いていたっけな。輪廻のやつ、そいつを見ながら、どこかへ電話をかけていた。あ、渡したかったね、輪廻さんにね。残念だね。こいつだ。この電話番号、大きく丸で囲んである。どこへかけていたか、興味はないか。あります。ぜひ知りたいであります。いや、本館、別に不純な動機で申し上げたわけではなく。この番号、もしもということが考えられる。調べてみよう。もしもってなんだ？なんでしょうね、もしもって。今犯人として疑われてるんですよね。その事件のこう手がかりになる番号かもっていう話ですかね。そしたら没収されちゃったね、手帳。かわいそうに。で、電話の先はこれなんだ。もしもし、そちらどなたですか。はい、どこだこれ。警察関係っぽいですけどね。あ、捜査協力をお願いします。そちらは。ああ、その声、マッコー刑事さんですか？マッコー？あれ、オタク、坊主係官？どうしたんですか？こんな遅くに。いや、その、先ほど、うちのリンネが電話をかけましたか？まあ、リンネさんね。かけてきましたよ。今夜も。もしかしたら気づいているのかもしれません。何か言ってましたか、リンネは。いえ、特には。何かあったんですか。まあね、またご連絡するかもしれません。なんだろう、気づいているかも。ってことは、この警察チーム、警察側も何かこう、リンネさんに隠してることがあるのかな。署に報告を入れてくる。見張り、よろしく頼むぞ。刑事殿。なんだ？その、手帳なのですが、できますれば本館の方から。いえ、何でもありません。よろしく頼むぞ。あー、持ってかれちゃった。あー、なんかこの警官間抜けだけど憎めないですね。ちょっと好きだぞ。そしたら、なんか言ってるかな、こいつ。あ、言ってますね。聞きに行きますか。よいしょ。これ黒い吹き出しの時は、距離が遠いらしいです。なんかその動画で使ってる部分で知ったかは覚えてないんですけど、ただまあそういうことらしいんで近づきました。ああ、
せっかく輪廻刑事殿とお近づきになるチャンスだったのに。手帳を見つけることもアピールできなかったし、手帳を見つけたこともアピールできなかったし、あの番号がどこに繋がっていたのか聞き忘れちまったし、いっそこのままエレベーターに乗り込んで消えてしまいたい。他が消えたら輪廻殿は泣いてくれるかしら。操作してるのかと思ったら落ち込んでるだけか。終わり？しょうもな。わざわざ聞きに来たのに。結構ガチで好きなのかな。じゃあいいや。これでね、ここ、制服たちのオフィス。うん。リンネさんが電話していた場所。行きましょう。何かこうね、重要な手がかりがあるかもしれないんで。まずこれがどこかですよね。なんか制服着てるから、警察関係者な気はしますけどね。なんすか？今の電話、リンネって言ってましたね。なんだこいつ。トランプしてる？さあ、わかりませんね。まあ、本館の推理するに、どうやら何かあったと考えることができるかもしれませんね。この世の中、何もないのは先輩の頭の中ぐらいっすよ。めっちゃ舐めてんな。ああ癖強い。いやね、この人、今喋ってる人さ、珍しく癖ないやんって。あまり尖ってないじゃんって思ってたんですけど、やっぱりちゃんとゴーストトリックの住人でしたね。それは一体どういう意味ですか？いや、今のはね、意味がわからずに聞いてるわけではなくてですね、君のその口の聞き方を知らない部分を皮肉って。無視！すげえ舐められてんじゃん。無茶してなきゃいいけど、輪廻のファンっすから、俺。まあ、確かに。本館の記録によると、輪廻刑事は最近、ほとんど毎晩電話をかけてきているようです。へえ。なんででしょうね。さてと。輪廻が危険を冒して電話をかけたこの部屋。それで、今度は一体どこなんだ、ここは。まあじゃあ調べますか。あれ何もできない。あ、増えた。いるこの後から増える演出。まあいいや、メモ飛ばしちゃうとちょっと怖いな。先こっち行きますか。モニター調べる。どこかの小部屋が映っている。いくつも並んでいるようだ。かなり狭い部屋だ。しかも外から丸見えと来ている。ほう。涼しげではあるが、私としてはあまり住みたくはない。で、この小部屋も一体どこなんだろうか。あ、牢屋じゃない？そしたら。ぽいですよね。これだけ？ああ。刑務所って合ってる？まあ、とりあえず牢屋、捕まってる場所ですよね。悪い人が。で、メモ飛ばす。じゃあやりますか。うまいこと向こう行けましたね。ラッキー。こうやってね、あっち行くパターン、あっちってか、まあ別の場所に移動するパターンもあるんですね。なんすかこれ。ああ、今夜の任務を忘れないようメモに書いてあるのですよ。メモするほどたくさんないっしょ、任務なんて。それぐらい覚えておきましょうよ。脳みそぐらいお持ちっしょ。なんでそんな嫌われてんの。逆に
なんですって。本館の頭に何もないと言ったのは君ではないですか。そういう怒り方すんの。それめちゃくちゃバカにされてるって分かってないのかな。この人面白いですね。まあこっちに来れましたと。まあ一旦話聞きますか。なんかまだいろいろありますけどね。なんか言ってるんで。何9時 C38 号を電話室。先ほど電話使用の要請があったのですよ。9時。いつもならリンネが電話をかけてくる時間っすね。今夜は受理できません。規則ですからね。規則。かわいそうっすね、リンネちゃん。俺が慰めてあげたいっすわ。あ、ちょっとなんでそっちやんの。あーだよ、俺もだよこれ。せっかく向こう行きたのに、何でそういうことすんの。何をするんですか、私の任務メモを。本当だよ、メモしなくても大丈夫っすよ、俺覚えてますから。で、電話室の見張りは君の仕事ですからね。あ、電話室、時間になったらきちんと仕事するんですよ。え、これ、あ、電話来た。え、これ、え、出ていいのかな。これもう向こう行けないのかな。先調べるべきだった。まあいいや、じゃあ一旦電話ね、確認しましょう。あ、リンネさんじゃん。もしもし、リンネ刑事。お願い、時間がないの。あの人と話をさせて。だから、その、今夜は無理なんです。どうして、いつも聞いてくれるのに。その、電話室は、これから予定が入っているものですから。ところで、リンネさん。今夜何かあったんですか？え、どうして？さっき刑事さんから電話が、あなたについて聞かれました。あ、なんでもないと思うな、私としては。この電話のこと秘密にしておいてくれますか？今夜一晩だけでも。ええ、まあ。あ、どうした？それじゃあ、切ります。また明日、お電話しますね。起きた。え？あの人ってことは、まあでも察するに、この捕まってる場所の捕まってる人。ちょっと語彙が終わってますけど、捕まってる場所の捕まってる人が、横の電話室でしたっけかなんかを使って、外のシャバの人間と、電話できるっていうことですよね。で、リンネさんは、その人、捕まってる誰かに対して毎晩のように電話をかけていたと、そういうことですよね、多分。やれやれ。とりあえず、刑事課に報告しましょうか。もうチクられてる。どうした？ちょっと待ってくださいっすよ、先輩。なんですか？まさか、あんた、リンネのことを通報するつもりっすか？今俺噛んでたな。通報するつもりっすか？仕方ないでしょう。それが本館の任務なのですから。そんな任務、メモに書いて貼るだけにしてくださいよ。そしたら俺がちゃんと丸めて捨てておくっすから。お、電話しないんだ。よくやったぞ、チンピラ。つまり黙っておけと。彼女がそう頼んだんでしょ。まあそうですけど、今夜は我々にとっても特別な夜っす。そっとしといてあげましょうよ、俺のリンネちゃんのためっす。
特別ですか。わかりましたよ。お、説得できたのかな。結構ちょろいな。まあ命拾いしたんじゃないですか。これは輪廻さん的にはね、よくやったぞチンピラって独り言。やれやれ、何が特別なのかは知らないが、私にとっては唯一の夜なんだ。彼女は電話線の向こうだ。急ぐことにしよう。ああ、そうか。そうか、そうか。そういえば電話番号ゲットしましたね。そしたら、ここ。なんだろう。MHR4481。ここ行きましょう。モンスターハンターライズかな。だいぶ旬は過ぎましたけど。まあいいや、行きましょう。リンネさんはハンターだった？あれ、どこでしょうね。待って、死んでる？今死んでた？お。管理人。あ、警官。リンネ刑事殿！リンネ殿！ああ、できることなら、この本官が、ダメな本官が、あなたの代わりに撃たれちまえばよかったのに。ダメだな、もう死んでいる。触らない方がいいだろう。いつの間にですね。そんな誰に、一体誰に。本当です。だからここどこ。あれあの、ちょっとおじいさん。なんだ、私のことか。この部屋、このドアの他に出口はありませんよね。見ての通りだな。密室ってことか。じゃあこれはじゃあ、いわゆる怪奇密室殺人事件ではありませんか。殺人犯、花のように消える、どうでありますかこれは。いいから、君はちゃんとした刑事を呼んできなさい。私はここで彼女を見ておく。え、なんかさ、こいつ怪しいんだよな。怪しいってか、やらしいんだよな。なんか変なこと考えてんじゃないの、人追っ払って。大丈夫これ、リンネさん。まあ、さすがにそのね、なんでしょう、遺体に手を出すとかいう、そういう、なんでしょう、モラルがなさすぎることはしないかな。なんということだ。今度は、密室殺人事件か。退屈しない女刑事さんだ。いわゆる名探偵ならば、小躍りして喜ぶ場面なのだろう。しかし、この私は違う。時を遡り、被害者と語らう私に謎は存在しない。それでは、消えた殺人者、早速その真相を拝見するとしよう。なんかシセルもなんだかんだ楽しんでる。口ではこう言ってますけど。でもついさっきですよね、電話したの。てかここ、あの、地下ってことかな。あ、そうっぽいですね。でもさ、そのリンネさんがいなくなってから、ここも一応ね、見ましたけど、いなかった気がしますけど、いつの間にこっち来たんですね。まあ、ランプもダメか。じゃあもうリンネさんのとこ行きますか。3度目だよ。また死んじゃった。もう少しシリアスなコメントはないものだろうか。もう3回目だし、怖いよね、慣れって。私にとってはその思考回路の方がよっぽど怖いが。それで一体何があった？今度は誰に撃たれた？わからないの。なんだって？一体何者なの、私を撃ったやつは。何者なのよ。だから時々私に聞くな。本当に
間抜けというか一晩に3回死んで、しかもうち2回はね、誰に殺されたかわからない状態ですもんね。そうね、ちょっとひとっ走りやっちゃってもらえます？便利に使われだしているような気がするが、それでは戻るとしよう。君の死の4分前に過去に戻る。じゃあ戻りますか。ただねちょっとね、調子がよろしくないというかちょっと一旦中途半端で申し訳ないですけど、一旦今回はここでおしまいにしますね。すみません、あの次回頑張るので、では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。では。